板石積み石棺墓の模式図版石積み石棺墓または地下式版石積石窟は地面に円形または方形の穴を掘り板状の石を壁面から中心に向けて持ち送り式に重ねて蓋とする石棺墓の一種古墳時代の4から5世紀に九州地方南部特に鹿児島県北西部から九州西岸東省部及び 宮崎県西南部に現れた地域性の強い母性として知られる。地面に円形、または方形の母校を掘り、壁面に沿って遺体紙を突き立てるように縦に配置して石管とする。次に即席の長部に平らに遺体紙を置き、さらにその上に別の遺体紙を少しずらして重ねていく。いわゆる持ち送り方式で徐々に高さを増していき、ドーム天井の蓋を作る。 最後に土を埋め戻すことで、地中の埋葬空間を作り出す。発掘調査などで報道を除去した場合、特に平面プランが円形のものについては、この持ち送り式に重ねられたい大使のドーム構造が、魚林状、または喫下状の特徴的な外観を呈する。平面形状が円形のものと、方形、または長方形のものがあり、いくつかの分類案がある。 どちらが時期的に先行するのかなど、この母性のルーツや系譜についての意見も絡んで一見が分かれている。遺体執味石管母一機が単独で造営されることは、ほぼなく二から三機あるいは十数機で密集主軍をなすのが通常である。したがって遺跡名は、遺体執味石管母軍となるが、土工房や地下式横穴の墓などの多時期の墓、あるいは多種の ととと伴い出せるるる。こもも多いため、単に遺跡とされる場合もある基本的に現状では、地表面に古墳の墳球のような構造物、表示物を持たない例が多いが、鹿児島県薩摩郡薩摩町の別府県7号番、石積石管墓、同薩摩町湯田原番石積石管墓、姶良郡有水町北方3号墳は明確に墳球を持ち、 主体部持ち表面よりやや高いレベルに位置する。また、同友水町の長山十号番石積み石管簿では、主体部を取り巻く集合が検出されており、紛糾を有していた可能性も考えられる。かつては、地下式版石積み石室簿という名称が一般的であったが、そのルーツが石室ではなく石管であることや、この母性と同じ痛い質味の母性で、 地上式が他にあるわけではないので、対語としての地下式が意味をなさないことから、近年では、遺体質味石棺墓の名がより適切であるとする意見が優勢である。総じて副装品は少なく、何も持たないものや、わずかな鉄製武器しか持たないものが多く、それゆえこの母性の年代決定や、変年構築が難しい要因となっている。鉄製武器類の中では、鉄属が多い。 鉄属の形態は、系統矢尻、鳥下矢尻、探偵矢尻などが含まれる。鹿児島県薩摩仙台市の横を解体しつみ石管母群では7号母から打光圏が一部離出土している。薩摩仙台市の横を解体しつみ石管母群を西南原とし、川内川上流域の大口盆地周辺に展開し、ここが分布圏の中心となる。宮崎県側では、 宮古の城市高城町石山の高前寺遺跡の母群を東端都市、小林市、海老野市などの霧島火山群北陸の盆地地帯に展開し、地下式横穴母群の分布域と重複、または共存する。主な分布域からやや離れて、熊本県人吉市の荒下遺跡や熊群朝霧町、新深化遺跡でも発見され、熊川流域の内陸部に達する。また、 九州東西岸や東諸部にも分布が見られ、天草諸島の長島や下島、さらに北方の高島、五島列島の浮島、小鹿島、中通島にも分布し、西北原となる。宮崎、鹿児島、熊本、長崎諸県での発見総数は300基を超えている。特に、鹿児島県川内川上流域では17遺跡240基以上確認されている。 かつては、地下式横穴墓から派生したとする説もあったが、現在では、天草諸島に属する長島の明神下岡遺跡で、発見された、明神下岡タイプと呼ばれる、弥生時代後期前後に位置付けられる特徴的な、石棺棒をそのルーツと捉える説や、出水市高野町の道前遺跡で発見された、石二戸公墓に箱式石棺が融合したものを、ルーツとする説などがあり、 確定的ではないが、いずれも九州西岸地域の石棺棒を起源とする見解は一致している。その後、4世紀から5世紀を通じて川内川流域を中心に造営され、宮崎県側や島所部へと波及したと考えられている。鹿児島県下で活躍した考古学者の木村幹夫・寺市三国により、1936年に石室として紹介され、後に、 地下式版に質積石壺母の名が与えられる。当初テラ氏は、この遺体積み構造物について、埋葬後に内部を空洞に残すのではなく、内側まで土を充填すると考えていたらしく、その初限形態が土工母であり、後に遺体積みの構造物が加わったとみて、石棺ではなく、石質の名を与えた、とする可能性が指摘されている。その後、 遺構の平面形態に基づく分類や遺構の年代間と変年など考古学的手法による研究が進められた。また、これに並行して、その得意な構造と九州南部に集中分布する状況、同母性の主要分布域では高塚古墳の分布が極めて希薄であることなどから、危機や俗日本紀などの文献上で古代律令国家から、 偏境の絵部族とみなされた、ヤトの墓ではないかとする見解が現れた。鹿児島県や宮崎県、熊本県南部の、いわゆる南九州地方には、遺体し味み石管墓以外にも、地下式横穴墓や、立石土工墓、土工墓、土器棺墓などの高塚古墳以外の、地下式母性が、弥生時代古墳時代の時期に分布しており、高塚古墳が非常に少ないこともあって、 古墳時代日本列島内での得意な地域として認識されたのである。1960から80年代にかけ、全国の古墳時代像が総括的に論じられるようになる中で、薩摩に分布する、一体質味石棺墓は、文献に見える、薩摩隼人の母性に、宮崎県南部大隅地域の地下式横穴墓を、日向、大隅隼人の母性、薩摩半島南部に分布する、 立石土工房、あたはやとの母性として対応させる見解が相次いで現れた。その成立要因については、道地が火山性土壌で平野も狭く稲作に適さない上、外界から孤立、隔絶した環境であるため、弥生時代以降の文化的な変化が停滞した結果、古墳文化圏に属さない独自の社会、勢力圏が成立したと理解された。 機内を中心に列島に、その支配権を拡大する大和朝廷と、それに属さない加害の民、隼人という図式で描く、この九州南部の地下式母星イコール、隼人の墓の観念は、広く、一般にも受け入れられるようになっていった。しかし、1990年代になって、一体七味石棺墓と隼人を結びつける考え方は、果たして適切なのか、という疑問が、 多くの研究者、特に地元九州の研究者や学会から指摘されるようになった。文献上での、ヤトの書出は、古事期の神話部分であり、人脳時代では、仁徳天皇城からで早くから登場しているが、確実な史実としての、ヤトの記述は、日本初期に見える7世紀後半の天武朝11年7月の、ヤト長考記録以降とされる。 遺体質味石管母の流星は4から5世紀前用、つまり古墳時代前半代を中心とし、確実に古墳時代後期以降に存続する例は発見されていない。また、日向、大隅隼人の墓とみなされた地下式横穴墓も5から6世紀が、その造営期間の中心で、遅くとも7世紀前半代までしか存続しない。また、 あたはやとの墓と言われた立石土工墓に至っては確実に年代が判明する意向は弥生時代中期から古墳時代諸島でありかつこの地域では立石のない土工墓や土器官墓の方が主要な母星であることがわかりこの母星だけを取り上げてあたはやとの墓とすることが妥当と言えなくなったまたそもそもはやとという存在自体が7世紀末当時の 立領政府により、大陸に習った中華思想に基づき政治的、恣意的に創出された、疑似民族集団であり、在来勢力や民族的な異によって生じた概念ではない、とする説もあり、異民族、加害の民という観念で異質性を強調した古代、南九州人の捉え方についても最高が、迫られつつある。このような流れで、文献と考古学資料の安易な、結びつけや、 少なくとも、アスカ、奈良時代の、ハヤト概念を古墳時代の遺体質積石棺墓に波及させる考え方には、批判が強まってゆき、1990年代末までには、ハヤトの母性論は主たる学説ではなくなった。2000年代以降の遺体質積石棺墓研究は、ハヤトの母性論から脱却し、発掘調査によって得られた、出土資料やデータを駆使し、 より考古学的な方法で古墳時代の中の一地域母性としていた石炭石棺母を検討するという方向が示され移行形態の分類や服装品組成による変年構築、吸収性岸部の石棺系母性との関連をもとにした同母性の成立と展開論、古墳文化圏との関係性に基づくい体質炭、石棺母造営圏での階層性や社会構造の復元などが 具体的に論じられるようになった。現在では、決して他の地域から、孤立、確実した風土の中に生まれた母性ではなく、古墳分布圏の終焉域における、古墳時代社会の多様な地域色を示す意向であると、する理解も有力になりつつある。ありがとうございます。